ハビエル・バラスエレラは、スペイン・セビリア出身のサッカー選手。ポジションは GK。20歳を過ぎるまで、アンダルシア州内のアマチュアクラブでプレーし、2003年に、セビージャ FC と契約して、B チームのセビージャアトレティコでプレーした。2003から04シーズンは、サンホセに、2004から05シーズンは、CD r からに、レンタル移籍し、 2006から07シーズンは13試合に出場し、クラブ初のセグンダディビシオン昇格に貢献し、その後はトップチームの練習にも招集されるようになった。2008年夏にはトップチームのダビド・コベイニョガラーよばジェカーの二席し、バラスは明確にアンドレス・パロップの控えという地位に昇格した。2009年1月17日、 CD ヌマンシア戦でプリメーラディビシオンデビューを飾った。同年10月から11月にかけてパロップが負傷したためバラスが代役として先発出場すると出場した4試合で UEFA チャンピオンズリーグ VFB シュトゥットガルト戦での1失点しか許さなかった。2010から11シーズン中盤戦以降はパロップを控えに追いやってレギュラーポジションを獲得し リーグ戦21試合に出場した。2011年夏のマルセリーのカルシアトラル監督就任後もレギュラーを維持し、10月2日のアトレティコ・マドリード戦では、ラダメル・ファルカオや、ホセ・アントニオ・レジェスのシュートをセーブして、勝ち点1獲得につなげ、10月17日のスポルティングで基本戦でも、オスカル・トレホやアルベルト・トボティアの決定期を防いだ。10月22日の FC。 バルセロナ戦では、それまでのリーグ戦7試合26得点のリーグ王者を相手に90分間無失点でしのいだ。後半ロスタイムのリオネル・メッシの PK を含む7本のシュートをセーブし、0から0の引き分けに持ち込むマン・オブ・ザ・マッチ級の活躍を見せた。しかし、2012年2月6日にマルセリーノが解任されて、ミチェル監督が就任するとパロップに再び定位置を、 奪われるようになった。さらに5月22日には、ビジャレアル c f で長く守護神を務めてきた、ディエゴロペスが加入し一転して、立場が危うくなってしまった。7月3日、5シーズンぶりに一部昇格を果たした、セルタデビー越へ1年間の期限付きで移籍政治家を守り抜き、17位での残留に貢献した。シーズン終了後に、 セビージャに復帰するが、レアルマドリードに移籍した、ロペスの後釜として加入したベトに定位置を譲り、ベンチを温める試合が多くなった。2014年8月25日、セグンダ・ディビジオンに降格したレアルバリアドリードへ、完全移籍。2015年7月12日、フリートランスファーで、UD ラスパルマスと2年契約を結んだ。2016年から2シーズンは、 グラナダ CF でプレー。2019年2月17日、ロベルト・サンタマリア、アレクサンダル・ヨバノビッチに次ぐ、第三次 EK として SD ・ウエスカと契約した。ありがとうございます。